皆さんこんにちは。元水泳選手の田中雅美さんは現在水泳指導はもちろん、スポーツコメンテーターやタレントなどマルチに活躍しています。現役時代は平泳ぎを得意として、シドニーオリンピックでは銅メダルを獲得しているスーパーアスリートの田中雅美さん。選手時代に眼瞼下垂と呼ばれる上まぶたが開きにくくなる病気に罹患していたため、手術したことで知られています。しかし眼瞼下垂の治療のために行った手術が整形疑惑につながるなど、残念な情報も流れてしまいました。さらには眼瞼下垂が理由で離婚したなどという噂も聞こえてきます。離婚した理由については田中雅美さん本人が、お互いの忙しさによる生活のすれ違いや考え方の相違が原因とコメントしている通りで、眼瞼下垂の症状やましてや整形疑惑が離婚の原因ではありません。ここで田中雅美さんのこれまでの経歴を振り返ってみたいと思います。田中雅美さんは1979年1月5日生まれ、北海道の出身です。日本の元水泳選手で、2000年シドニーオリンピック 4×100m メドレーリレーにおいて銅メダルを獲得しました。専門種目は平泳ぎです。現在はスポーツコメンテーター、タレント、 BS 日本番組審議会委員として活躍しています。田中雅美さんは2009年に当時30歳だった一般男性と結婚しました。その後の情報は特にはありませんでしたが、3年後となる2012年に結婚相手の男性とは離婚した様子です。子供がいたという情報は全くないので、現在はおそらく独り身だと思われます。結婚相手の男性とは別れ、子供はなしということで、アラフォーの美人タレントとして人気の高い田中雅美さんですが、果たして再婚は？などとも騒がれています。しかし今のところは再婚の気配もなく、テレビ出演やアスリートとしての仕事に忙しく活躍しているようです。とはいえ、その美しさは世の男性諸子からは憧れの的でもあると思うので、近いうちに浮いた噂が聞こえてきてもおかしくはありません。田中雅美さんはどのメディアを見ても大抵は美人アスリートや美人タレントと美人が冠につくことが多いようです。実際に田中雅美さんのブログにアップされている写真を見ても確かに美しいと感じるでしょう。田中雅美さんの日常のスナップなども見ることができるブログは、タイトルのアスリートだって女の子ですものが示す通り、アラフォーとは思えない可愛さにあふれた女の子のように若さを感じさせる写真が満載となっています。しかしパッと見た時にはただ美しい、可愛いと感じるだけでも、よくよく見ると田中雅美さんの表情にはどれもアスリートとしての真の強さのようなものがにじみ出ています。こういうところが美人だと人を引きつけてやまない田中雅美さんの魅力なのではないでしょうか。田中雅美さんは自身のブログで日常での可愛さを発信しているのはもちろんのこと、その美しくセクシーな死体をグラビアでも披露しています。やはり基本的にアスリートであるためか、元よりスポーツのために体を作り込んでいますので、田中雅美さんのグラビアはただ美しいだけではなく、肉体美を感じられる内容に仕上がっています。なおかつセクシーという点では世の男性はもちろんのこと、女性からの称賛の声も多いと言われています。近年は田中雅美さん以外にも元アスリートでセクシーなグラビアを披露している人は少なくありません。どの選手にしてもアスリートとしての緊張感から解き放たれたことが大きな要因なのか、より本来の女性らしさが強調された、本質的な意味でセクシーなグラビアが多いようです。そんな中、なんと田中雅美さんが2015年に公開された天野千尋監督がメガホンを握った映画ハッピーランディングで銀幕デビューを果たしました。映画ハッピーランディングは田中雅美さんと同じく元アスリートである長嶋一茂さんによりプロデュースされた作品です。数々のちょっと訳ありカップルが登場する中の一組として、田中雅美さんも登場しています。田中雅美さんが演じた役はレストランを経営するドロンズ石本さん演じる夫から浮気を疑われてしまうバツイチの人妻の役です。女優の仕事は憧れでしたという田中雅美さんは、すごく楽しかったとのコメントを残しています。
また演技については平泳ぎと同じように工夫したとアスリートらしい表現を用い、演技のタイミングの取り方などについては繊細な感覚が必要なことも学びましたと、女優業にかなり前向きな姿勢も見せていました。女優業に憧れを抱いていたこともあり、全てが新鮮に映ったようで、前向きに取り組むことができたようです。水泳指導やスポーツコメンテーターとしてのタレント活動に加えて、銀幕デビューを果たしたことで女優もこなせるとなると、今後の田中雅美さんにはテレビドラマやバラエティ番組などへの出演も期待されるところです。さまざまなメディアで活躍する田中雅美さん、アラフォーのバツイチということもありますが、仕事と合わせて自身の幸せのためにも頑張ってほしいところです。各種業界が田中雅美さんの新たな門出を願う中、2019年10月18日田中雅美さんがブログで一般男性との再婚と妊娠を報告しました。報道によれば、シドニー五輪競泳銅メダリストでスポーツコメンテーターの田中雅美さんが18日自身のブログを更新し、一般男性との再婚、そして妊娠中であることを明かしたとしています。期待されてはいましたが、ノーマークだったために驚きとともに迎え入れられました。ブログで発表というのも今時の方法といえます。田中雅美さんの公式ブログには次のような記載があります。今朝の一部報道にもありましたが、私田中雅美は本日入籍いたします、そして秋ごろに母になる予定ですと、中学時代に知り合ったという元高飛び込み選手だった一般男性との入籍を発表しました。さらには当時妊娠中で、秋には出産を予定しているという嬉しい報告が続きました。38年間いろいろな経験をしながらも自由に生きてきてしまいましたが、今後は2人だけでなく家族も増えますので、その責任と覚悟とお互いへの思いやりの気持ちを持って日々を過ごしていきたいと思っていますと幸せいっぱいの報告をしました。そんな田中雅美さんの結婚生活の様子が垣間見える出来事がある番組で披露されました。夫が5年間も黙って掃除していた事実に初めて知りましたと述べていますが、一体詳細はどのようなものなのでしょうか。競泳のオリンピック銅メダリストでスポーツコメンテーターの田中雅美さんが2021年11月29日放送の日本テレビ系有吉ゼミ2時間スペシャルにゲスト出演し、再婚した夫の祐介さんに感謝する場面がありました。片付けすぎ芸能人の企画に出演した田中雅美さんは、2017年に結婚し2人の子供と共に4人暮らしでした。掃除については基本的には私がやっていますという田中雅美さんでしたが、帰ってくると結構綺麗になっていたりする、もしかしたら旦那さんがやっていたりするのかななんて思うんですけどと違和感があったそうです。夫の祐介さんは、僕もさらっと気になったとこがあればやる感じと爽やかに答えていました。9つの定点カメラを設置して普段の祐介さんの行動をチェックすると、意外なことが判明したのです。田中雅美さんが仕事で外出した際に壁際のフォトフレームを外して一つ一つ丁寧にほこり掃除をし、テーブルの足やドアの上、リモコンの拭き掃除を行っていました。また別の日には冷蔵庫の中や裏側、パッキンの内側などを掃除します。さらにキッチンの蛇口周りなど細かい部分を掃除していたのです。この行動は同棲を始めた5年前からし続けていたという意外な事実を知ることとなったのです。 VTR を見た田中雅美さんは手を合わせて頭を下げていました。 MC の有吉弘行さんは、優しいのか怖いのかと夫の行動に複雑な心境を抱いた様子でした。田中雅美さんは、優しいことにしときましょうと笑っていました。加えて、初めて知りましたと5年間全く気づいておらず、うちは汚れないと思っていた、冷蔵庫も一人暮らしの時よりも綺麗に使っているんだ私と思っていたと明かしました。ありがたいと感謝しつつ、洗濯物も畳んでしまうんですけど、気づいたらぴっちりとなっていると知らないうちに入れ替えられていることを振り返りました。おぎやはぎの矢作健さんは、掃除をやっぱり妻のいる前でやるよ、いないとこでやるってちょっとだけサイコパス入っていると思うと怖がっていました。
有吉弘行さんから絶対浮気も気づかないでしょうねと言われた田中雅美さんはしないでしょと夫を信じていました。しかし矢作さんは完璧に証拠を隠すねと心配を煽っていました。いかがだったでしょうか。今回は田中雅美さんの引退後の様子や結婚生活について見てきました。アスリートの第二の人生はスムーズに移行できる人とそうでない人がいます。大抵の場合自身の追求してきた分野の更新の育成というのが一般的ですが、田中雅美さんの場合は少々違っていたようです。女優業などにも挑戦し新たな分野に果敢に挑戦する様子が見られました。また2度目の結婚で素敵な相手と巡り合い公私ともに順調な様子が見られました。仕事に家庭にと両輪で活躍する田中雅美さんのこれからの動向にも注目していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をお願いします。